どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。僕のチャンネルを登録してくださってる方っておそらくほとんどの方が花見チャンネルさんも登録されてるんじゃないかなと思うんですけども、4月の13日今から20日ぐらい前の話になるんですけども、その花見チャンネルさんで上がった波動の動画でですね、 UR 劉備のポテンシャルを最大限引き出す編成という動画があるんですけども、こちらの動画がですね、ここ最近の波動の YouTube の動画の中だったら一番伸びてて1万5000再生ぐらいいってるんですよね。で、内容を見るとですね、本当に面白くて、で、僕もこの編成真似したいなって常々思ってるんですよね。なんで、今回の動画はですね、その、花見ちゃんさんが動画で上げてる編成っていうのに少しでも近づけていけたらみたいなね、動画になってるので、まだ僕がさっき紹介した動画見てないっていう方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方に、飛んでいただけたらですね、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。でですね、ざっくりですが、その動画の内容っていうのをですね、説明していきたいかなと思うんですけども、まずとにかくですね、舞台の火力を上げていくっていうことをコンセプトに作られてる動画にはなってるんですけども、まずですね、3部隊ですね、3部隊にバフを負ける武将っていうのをですね、首相に置きましょうという話をされております。で、バフをかけたい、3部隊ですね、の起動と、あと、戦法の発動感覚を合わせましょうということをおっしゃってます。で、そのバフをかけたい3部隊以外の部隊ですね。VIP8 まで行ってる方やったら残り3部隊、そこまで行ってない方やったら残り2部隊になると思うんですけども、の部隊に関しては、炎射をつけて、バフを受けない環境にしましょうということをおっしゃってるんですね。でですね、そのバフを負ける3武将というのをですね、花見チャンネルさんでは、劉備と馬頭と曹操、この3人にしてるんですね。劉備っていうのはもちろん UR 劉備になってるんですけども、で、この3人でですね、一応、こう3人とも兵科が一緒なんですね。騎兵ということになってます。なんで、神速をつけない限りは軌道が同じになるので、あと、戦法感覚もね、一応25秒になってる武将ばかりなので、軌道と発動感覚が合ってるということになってます。で、一斉出陣した場合ですね、そしたらこう、戦法の発動タイミングっていうのが全く一緒になると、被るということになるわけなんですね。なんで、この UR 劉備隊と SSR 馬頭隊、SSR 曹操隊にですね、この3人に、あと3人分の3部将分って言ったらいいんですかね。3部隊に3部将分のバフっていうのが全部かかるっていうことなんですね。この劉備、馬頭、曹操、に関してのこのバフっていうのはですね、味方3部隊にかけるバフということになってるんで、これが綺麗にかかるわけなんですよ、この3部隊に。で、すごいこうバフが乗った攻撃を繰り出すことができて、効果力を叩き出すというのがですね、この花見ちゃんさんの動画の内容ということになってるんですね。で、後に上げられてる動画でこうタイム測定なんかもされてるんですけども、確かにこのバフを横にかける編成っていうのは本当に強いんですよね。なんで僕もやりたいと思ってるわけなんですけども、ただですね、僕の場合はですね、馬頭も持ってなければ UR の劉備も持ってないんですよね。特にこの UR の劉備をゲットできなかったのは本当に痛かったなと思っております。一応その劉備が出る状況の超急権令の間にですね、 UR は2枚引いたんですけど、両方超運だったんですよね。そこが本当に痛かったなと思っております。っていうのがですね、この UR 劉備ってバフを巻くのに本当に適した武将で、攻撃が 50%、 あと攻撃速度が 100%、 あと回心発生率が 75% っていうバフをですね、味方3部隊に巻くんですね。で、特にこの回心発生率のバフっていうのを周りに負ける武将っていないんですよ。なんで、ここが最大の泣きどころと言いますか、この UR 劉備を持ってない人が、この花見チャンネルさんが提唱されている編成っていうのを作れないというね、本当に辛い現状があるんですけども、それでもなんとか作りたいという思いでですね、僕ずーっと考えてたんですよ、ここ2、3週間ね。どんな編成にしたら近づけるだろうかということを考えてみたんですけども、一応ですね、当然このながら UR 劉備が入ってる編成に比べりゃ確実に弱いわけには なるんですけども、ちょっと今考えた、このバフを横に巻く編成、シンクロ編成って言ったらいいんですかね、を作ってみましたので、そちらを紹介させていただいて、
で、こちらを作る前に使ってた工場、および対施設の編成ですねと比べてどっちが火力を叩き出せるのかっていうのをですね比べていきたいと思っておりますので、ちょっと前置き長くなってしまいましたけども、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。よろしくお願いします。でですね、僕のその編成というのが今組まれてる編成になっております。一応陣形は弓にしてます。これ弓の陣形って対対物か対物のパーセントがちょっと上がるんですよね。こう陣形タップするとですね、今弓兵のところになってますけど、補正のところで対物上昇機動低下ということになってますよね。なんで一応その対物での火力を上げる、つまり工場なんかだとか、あと相手プレイヤーを飛ばすのに適してる陣形かなと思って、騎兵部隊ではあるんですけども、この対物が上がる弓陣形にしてるというところですね。でバフをかけたい3つの部隊っていうのがどの部隊にしてるかといったらですね、一番上と真ん中と一番下にしてます。で一番上は曹操ですね。曹操の戦法で、攻撃速度と兵器速度を 50% 上げて、で、全ての兵科に対して高相性にするというこの3つのバフをですね3つの部隊にかけたいということですね。でここ真ん中、これ孫権にしてます。孫権のかけるバフっていうのがですね、味方3部隊の会心威力と攻撃速度を上げるということになってるんですね。これで、曹操の戦法と合わせて攻撃速度は 150% 上がるのが確定して、で会心威力も3部隊に 50% 上がるのを負けるということになってるわけなんですね。結構強そうですよね。ただですね、ここ歩兵部隊になってるので曹操と軌道が合わないんですよね。軌道が合わなかったら同時に戦法が発動できないので、うまくバフがかけれないということになってしまうんで、いろいろこう調整してですね、この軌道っていうのを101にさせていただいております。で、その調整の仕方というのがですね、とりあえず陣形をこの、弓の陣形で、対物を上昇させるのを諦めて、この歩兵の陣形を使っております。でですね、この曹操隊にですね、一応その神速が入ってる武将ですね、ここ文王ですね、文王を1人入れることによって、これ軌道が合ってるでしょ。この曹操隊の軌道が101で、孫権隊の軌道が101ということで、ここが合ってるということなんですね。でさらに両方発動間隔が25秒になってるので、これで、一斉出撃で部隊を出した場合ですね、戦法発動するタイミングは合うということになっております。で残りの3部隊目なんですけども、ここにね本当は UR 劉備を置きたかったわけなんですけども、置けないので、じゃあ僕が誰にしたかというとですね、はい、韓銀兵にしました。韓銀兵の戦法っていうのは、はい、発動間隔が25秒ということで、残りの2部隊と合わすことができます。でですね、自身1部隊の攻撃、あと会心発生、会心威力を 100% 上昇させるということになってるわけなんですね。でこれ馬長隊の名残なんですけども、馬長隊がなぜ強いかっていうところを考えてみたら、先方が全て連鎖した場合、攻撃が上がり、攻撃速度が上がり、会心発生が上がり、会心威力も上がる、でさらに高相性になるっていうのがですね、馬長隊の強みだったわけじゃないですか。で今回その馬長をトップから外して韓銀兵にしてるというのはですね、一応その馬長の戦法の間隔がですね、20秒なんですよね。なんで他の2部隊と合わせられないということを考えて、韓銀兵を首相にしております。でこの韓銀兵の戦法が確実に発動するとですね、攻撃と会心発生と会心威力が上がるということになってるんですね。なんであと高相性になって攻撃速度が上がれば、馬長隊で3連鎖した時と同等の火力が出せるっていうことになるんですね。でその曹操とあと孫権でですね、攻撃速度のバフと相性のバフっていうのはかけられるので、その確実に馬長隊が3連鎖した時と同じぐらいの火力が叩き出せるというのが、この韓銀兵をトップに置くですね、メリットということになってるわけなんですね。ただですよ、この、編成でもですね、会心発生っていうのがですね 25% までしか上げられないわけなんですよ。これが UR 劉備がいない最大のデメリットということになるんですね。なんで本来この韓銀兵を首相にするならば、
ここの孫権を外して、劉備を入れるとなったらですね、攻撃速度も会心発生も上げてくれますので本当に完璧になるんですよね。ただ会心威力に関してはその負けないということになってしまうんですけども、やっぱ会心威力も大事ですが、会心発生ですねがやっぱり高くないと、なんぼ威力が高くても発生してくれんことには意味ないですからね。っていうことを考えると発生の方が重要なんじゃないかなと僕は思っております。でこの韓銀兵の場合ですね、威力はもう自身で 100% 上げてくれるわけなんですね。なんで会心発生さえ上げたらですね、あとは曹操とかで会心速度、攻撃速度を上げることによってめちゃめちゃ強い部隊ができるんじゃないかというところなんですね。なんでちょっと足りないところはありつつも、まあ強いんじゃないかということでですね、一応この韓銀兵を首相にしてるというわけなんですね。で残りの2部隊なんですけども、2部隊はこの董卓と袁紹にしてるという感じですね。両方全然育ってはないんですけども、バッファーとして非常に優秀なので一応トップに置いててっていう感じですね。で次、副将とかを見ていきたいかなと思うんですけども、ここもですね持ってる武将が僕が少ないのでですね、まあこう納得いくような武将は置けれてないのがちょっと正直なところなんですけども、この曹操隊に関しては副将に夏侯惇を置いてます。で夏侯惇の場合はですね、これ先鋒で味方3部隊の攻撃と大仏特攻を上げてくれるということになってるんですね。で、発動間隔は25秒ということになってるので、この首相として置きたいぐらいの武将なんですね。そうすることによって大仏特攻3部隊に確実に、まあ、バフ負けるということになりますから。ただやっぱり外す武将が他にいないので、この曹操隊に合わせることによってですね、うまく連鎖してくれた場合のみ大仏特攻が負けるということになってるわけなんですね。で一応ですね、連鎖率っていうのが 34.5 といって非常に高いんですよね。これは発動間隔が合わさってるっていうのとですね、曹操との相性が非常に高いからということになってるんで、割と連鎖が期待できるんは期待できるんで、大仏特攻のバフっていうのも負ける可能性が高くなるかなということで、この曹操隊の副将に据えております。でもう一人の副将がですね、こちら文王ですね。こちらの戦法がですね、三個突撃、対象に 100% の3連続攻撃、ここはねあまり魅力を感じてないんですけども、その下自身1部隊の会心発生を 50% 上昇とありますよね。なんで、UR 劉備で会心発生を上げれないので、この文王をこう副将に置いて連鎖してくれた時に限りですね、うまいこと会心発生が上がってくれたらなということで、こうすることで一応その会心威力っていうのは孫権隊が上げてくれるわけになってるんで、で攻撃速度も上がってるということを考えるとですね、会心がバンバン出てで効果力を叩き出してくれるんじゃないかということに期待して副将に置いております。でですね、会心発生の概念なんですけども、多分バフが一切かかってない状態でも 20% ぐらいはあるんじゃないかなと思うんですよね。でその 20% にですね、この会心発生が 50% 上昇っていうのを足すとですね、 70% の確率で会心が出るような状態になってくれるんじゃないかと予測してますんで、3連鎖が決まったり、あとまあ文王と連鎖したりっていう時はですね、結構この曹操隊でも火力叩き出せるんじゃないかなと思っております。でですね、孫権隊の副将に関してはですね、一応こちらの孫策と、孫権にしております。でね、この孫策に関してはですね、まあこの味方を含む、自身を含む味方3部隊の攻撃が 50% 上昇ということになってるんで、まあ一応バフっちゃバフですね。でさらに対象に 300% の攻撃ということになってるんで、僕自身はねあまり納得してない感じではあるんですけども、僕の手持ちでね他になんか良さそうな武将がいないということもあってですね、この孫策を、副将に入れてるという感じですね。で、この孫権に関してはこれもバフですね、自身を含む味方3部隊の攻撃と知力を 50% 上昇、弓兵の場合は効果2倍となるとありますが、まあ、弓兵がいないので、まあ、これも攻撃を上げるだけかなというバフになってますよね。なんで連鎖してくれてもしてくれんでもあんまり関係がないこの2人の武将ということになっているわけなんですよね。攻撃を上げるだけなんでね、知力は今回ちょっと度外視させていただいてますので、攻撃が上がりゃええって
いうことなんですけども、まあ連鎖してくれたら同じぐらいの感覚でおりますけどね。一応その兵力を重視してという感じでこの2人を副将に置いてる感じなんですね。やっぱりなんだかんだ言うて5の武将を置く必要があると思うんですけども、その5の武将でですねぴったり当てはまるような武将を僕が手持ちで持ってないということもあって、このような2人の武将にしてるということですね。で最後韓銀兵の副将に関しては、はい、馬長を入れております。馬長は連鎖したら回心発生が上がってくれますので、これで、まあ、韓銀兵と馬長この2人が連鎖してくれさえすれば、一応、もう元々の馬長隊で3連鎖した時と同じぐらいの火力は叩き出せるんじゃないかなと予想しております。でもう1人がですね月英ですね。月英は自身を含む味方3部隊に大仏特攻と兵器速度を上げるというバフをかけるわけなんですけども、この月英に関してもですね首相に置きたいぐらいなんですね。首相に置きたいぐらいなんですけども、発動間隔が30秒ということで他の2部隊と合わんようになってしまいますし、で陛下が弓なんで軌道も合わないと、さらにその炎射がついてるような状態になってしまうのでバフを受け取ることができないということになってるので、ちょっとそのシンクロ編成的な観点から言うと首相には置けないかなという武将になってるんですね。なので月英は副将において連鎖に期待してるというところですね。連鎖率もまあ2部将ともですね 30% 超えてるということなんで、まあまあ連鎖が期待できる編成なんじゃないかなと思いますね。でやはりこう見るとここの孫権部隊ですね、ここがあまりにも弱いかなという気がしますけどね。ここが UR 劉備になればかなり、花見ちゃんさんの動画の部隊に近づけるんじゃないかっていうぐらいの強さにはなってるんですけどね。いや UR 劉備また取る機会できたらもう課金してでも取った方がいいですね。もうこの間の超級剣霊でなんで課金せんかったんやと思ってものすごい悔やんでるんですけどね。まあ後悔先に立たずですけどね。そしたらちょっと、実際に何秒かかるのかっていうのを測るのにめちゃめちゃ時間がかかってしまいましたね。もう20分近く喋ってる感じになってるんですけども、やっていきたいと思いますが、あともう少しだけ最初の説明にお付き合いいただけたらなと思うんですけども、こちらが以前僕が工場に使ってた編成ということになってるんですけども、この曹操隊でこの副将が加工豚とここ高順ということになってますね。高順で、大仏特攻300%上昇させた状態で対象に 250% の攻撃ということで、一撃ドカンとでかいダメージを入れるということに期待して入れてるという感じですね。曹操と加工等に関してはもうバフ目的ということになってるんで、バフ部隊という割合がでかいかなということですね。ただその先方感覚を合わせてだとか、あと炎射をつけてバフがかかるかからんを調整したりっていうことは一切行ってない編成ということになっております。でこちら、周遊隊はですね、またこの一撃ドカンですね、大仏特攻 300% 上昇させた状態で、300% の攻撃を与えるというところですね。で、この孫権を入れることによって、弓部隊の知力を 100% 上昇させて、この五国隊でさらに、知力を 100% 上昇させるみたいな編成になっております。でこの3部隊目はですね、孫権で先ほどと一緒ですね、バフを巻く用ということですね。これは馬長隊で趙雲が先鋒発をしなかった時用ということになっております。で、こんな感じで両毛を入れてるんですけども、これは 300% の攻撃プラスアルファデバフということになっているので、先ほどのシンクロ編成では使わなかったという感じになっております。でこちらはこれもバフ部隊ですね。この月英で味方3部隊に大仏特攻と兵器速度を上げるというバフを巻いて、で劉備で攻撃速度バフですね、これも、馬長部隊の、趙雲が先鋒発動しなかった時用という感じですね。でこの、諸葛亮はおまけですね、他に入れる武将を持ってなかったので入れてるっていう感じです。で馬長隊これもおなじみですね、馬長韓銀兵趙雲でですね、攻撃攻撃速度、回心発生回心威力さらに高相性になるということで、3連鎖した時の威力っていうのが期待できるという武将ですね、部隊ですね。ここで、発動しなかった趙雲、まあの攻撃速度なんかを補うために、
月影隊に劉備を入れたりだとか、あとまあ孫権隊を作ったりだとかしてるっていう感じですね。ただこれも演射とかでその調整、距離の調整とかしてないですし、先方発動感覚も合わせてないので、うまく馬長にですね攻撃速度アップのバフがかかるかどうかっていうのはわからない状態になってるということなんですね。こちらの5部隊の編成とですね、先ほど紹介させていただいた、シンクロ編成の5部隊での編成でどっちが火力を叩き出せるのかっていうのをやってみたいと思うんですけども、やり方といたしましては、この僕のアカウントで僕のサブのアカウントを攻めます。で、一斉出陣で攻めて、でその壊滅するまでの時間っていうのを測りたいと思うんですけども、一応先方が連鎖するしないでタイムっていうのは大きく変わってくるんじゃないかなと思うんでね、これはあの花道さんの動画でもですね検証の時におっしゃってたことなんですけども、確かにその通りだと思うんですね。なんで一応ですね各編成とも3回出撃させて壊滅させようと思ってます。でその平均をとってどっちが、短い時間で都市を飛ばせるかっていうのをですね競ってもらうというやり方で行こうかなと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。そしたら前置きがめちゃくそ長なってしまいましたけど、始めていきましょう。敵の才を試してみるか。はい、まずは旧の工場部隊ということで出撃させております。なんで月影とかが首相の部隊ということですね。どのぐらいかかるんでしょうか。はい、ここで馬長が3連鎖かましましたね。これは幸先がいいんですけども、馬長の先方感覚っていうのが20秒であるがゆえに、他の部隊に比べて井の一番にね、先方発動してるということで、他の部隊がかけるバフっていうのが一切乗ってない状態の3連鎖ということになってますので、ちょっともったいない気がせんでもないんですけどね。はい、1分35秒20ということですね。そしたらまた、戦闘してきてもらってですね、同じことをやっていきたいと思います。貧乏町の名に恥じぬ戦をしよう。さてどう工夫。存分大の道を阻むは貴様か。そうの工夫こそ人の世を導く光。はい、1分34秒83ということで、さっきと誤差が1秒もないですね。これは逆にレアケースじゃないんですかね。やっぱり先方連鎖の差があるので結構ばらつきあるかなと思ったんですけども、今回1秒も狂わなかったということですね。そしたら3回目いきたいと思います。貧乏町の名に恥じぬ戦をしよう。さてどう工夫しよう。存分大の道を阻むは貴様か。高校たる穂村こそ我らが紅蓮の闘志なり。そう工夫こそ人の世を導く光。そうの男の戦尊敬にしたらこのすべからく猛虎の風。はい、1分51秒73ってさっきまでより15秒以上かかってますよね。先方が連鎖せんかったらこれだけもたつくんだなと、こんなばらつきがあるんだなっていうことで、ちょっと後半のバフ編成でどんぐらいのタイムが出るのかわからないですけど、ちょっとこんだけばらつきがあるんだったら不安になってきましたけどね。まあとりあえずやってみたいと思います。さあ、そしたらシンクロ編成第1回目ということになってますけどね、どんぐらいのタイムが出るでしょうか。1分過ぎぐらいでね落としてくれたら嬉しいんですけどね。で綺麗に等間隔に空いてるのは炎章とあと等卓に炎射がついてるからということですね。で韓金兵しか見えてないですけど、裏に孫権隊とあと曹操隊がいるということになってますね。誰だと心得るか。
はい、さっきより30秒近く早くなってますけどね、やっぱ全然違いますね。ただ誤差かもしれないので、一応最後までやってみたいかなと思います。あと2回やっていきます。聞きなさい、痛い目見るわ。共に堂々と存分大の道を阻むわ。貴様か、わしを誰だと心得るか。はい、1分12秒16ということで、先ほどよりは7秒ぐらいかかったんかな。にしてもやっぱり旧のバフ編成に比べりゃ強いなという感じですね。やっぱシンクロ編成めちゃめちゃ火力出るなという気がしますけどね。あの攻略って出た瞬間に止めてるので、あのエフェクトがね若干遅いので、1秒ぐらいねずれてる可能性はあることをご了承いただけたらなと思います。そしたら3回目やっていきましょう。はい、1分7秒36ということで、これはもうシンクロ編成でやった方が飛ばしは早いというのは明らかですね。しかし UR 劉備がいなくてもここまでのタイムが出るというのはですね、かなり驚きですけどね。これはさらに UR 劉備が欲しくなったなという感じですね。手に入れた状態で攻めてみたいなと思いましたけどね。はい、いかがだったでしょうか。3回という試行回数の少なさは置いといてですね、これだけタイムに差が出るということはですね、シンクロ編成の方が旧の工場編成よりも明らかに強いというのはですね、ご理解いただけるんじゃないかなと思います。で、最後にちなみになんですけども、戦力ですね、部隊の戦力を合計してみた数字っていうのも比べてみました。今これシンクロ編成になってるんですけども、曹操の戦力が143,806ということになってますよね。で、トータクにすると63,817みたいな感じになってます。これを全部足すとですね、523,389となるわけなんですね。じゃあ、次にですね、先ほどの旧の工場編成ですね、こちらの戦力というのを全て足した数字っていうのが、618,939ということで、圧倒的にこちらの方が戦力は高いということになってるんですね。10万ぐらい差があるので、1部隊分ぐらいですね差が出てくるということなんですけども、それでもその飛ばしに関してはですね、あれだけ差が出るということはですね、戦力っていうのはあまり関係がないということですね。大事なのは考えて編成することだということだと思いますので、美化金の方とかでもですね、その星7とかまで育ってない武将っていうのが、まあ倉庫でくすぶってる場合があるとしたらですね、こういった感じで引っ張り出してみて、横のバフ編成、シンクロ編成ですねを自分なりに考えてみることによってですね、もしかしたら飛ばしのスペシャリストみたいなね編成が作れるかもしれないんでね、ぜひぜひ頑張っていただけたらなと思います。ただ最後に一つ、これはですね花道さんもおっしゃってたんですけども、じゃあ工場になったらどうなるかっていうことなんですね。飛ばしに関しては大体まあ自分の部隊だけで飛ばしにかかるっていうことが多いと思うんですけども、工場に関しては相手の要所なんかに山ほどね部隊が駐屯してる場合が多いですし、こちらもですね山ほど部隊が突撃していってる場合が多いということになってるわけなんですね。そしたらですね、この3部隊にバフをかけたいという魂胆のもとですね、こういった編成を組んでるにもかかわらず、バフ戦法が発動した時にですね、周りの味方の部隊、自分の部隊じゃない味方の部隊にですねバフがかかってしまうということがあると、自分自身に思ったよりバフがかけれないということになりますので、またこれ話が変わってくるということだけ念頭に置いといていただけたらなと思います。もしかしたら工場に関しては旧の工場編成の方が火力が出るかもしれないということですね。ただ味方って、まあ、自分以外の味方にもですね高火力の部隊の方とかもたくさんいるでしょうから、そんな方にですね炎症とか投卓のバフを巻くっていうのはですね決して悪いことではないので、自分自身だけっていうことで考えたら、まあ先ほど述べた通りなんですけども、軍団全体での単位で考えるとやはりバフ編成、シンクロ編成の方がいいのかなという気はしてますけどもね。これはまあ皆さんの考え方次第ということなんで、ぜひまあ参考にする程度でですね、結局はあのご判断いただくのはやっぱご自身だと思いますので、これを見て、どのような編成にするのかというのをですね決めていただけたらなと思います。
そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。